手の瞬間、脇の社殿氏、連れの成常康頼、そして渋滞が登場します。早く船にお乗りくださいと社殿氏は急がせる。成常康頼は瞬間を振り切り、瞬間は必死に康頼の袖に取りすがる。瞬間総図は船に乗ってはなりません。少しは融通を聞かせてください。せめて向こう岸まで乗せてください。心ない船頭どもは櫓や貝を振り上げて瞬間を打とうとする。瞬間は一瞬退くが、また船の友綱に取り付く。船頭は友綱を敷き、船を深みに押し出してしまう。瞬間はなすすべもなく、波にもまれながら手を合わせて、おーい船よと叫ぶ。いくら叫んでも乗せることはできないのだ。瞬間は力尽きて渚にひれ伏して、ただただ恋の限りに泣き叫ぶばかりである。我らが都に帰ったなら、小国によく足りなして間もなく帰れるようにしよう。心強く待っていてくださいと三人は瞬間に呼びかけた。その声もかすかになっていく。ただその言葉を頼みにして待っていよう。三人は夕波の中に瞬間の名を呼び合うばかりである。あなたたちが都で申し開きをしてくれたなら、必ず都に帰れるはずですよ。本当にそうか、信じてよいのか。必ず待っていてください。頼むぞ、頼むぞ。待てよ待てよという声も、互いの姿も次第に遠ざかり、いつしか船影も人影も何間に消えていく。跡形すらなくなり、ただぼうぼうとした波の音ばかりが聞こえる。一歩くぐつりてかの町、成常康より二人の愛をお船に召され空へとよ。Yeah.
Oh.